皆さんこんにちは、ふうです。今日は100円ショップで購入したものと、日曜日に娘がアイカツプリパラプリキュアのカード出すゲームをしてきましたので、その排出結果をアップしたいと思います。まず100円ショップで購入したものです。片手にカメラ持ってるので手ぶれと、すみません。まずはですね、ファイルです。ちょっと息子が脱いだものがちょっといっぱい出てきちゃいましたね、すいません。ですね、ちょっとプリパラの友チケやらなんやらいろいろ増えてきたので、整理をしようかなと思って、ファイルを買ったんですけど、お目当てのちょっとハンディシーラーが見つからなくて、子供もちょっとバタバタしてしまって買えず、リフィールもあるかなと思ったんですが、うちになくて、結局ファイルだけになってしまいました。なので、後日また足を運んで、ハンディシーラーと、あとリフィールの中身のものをちょっと購入してきて、整理をしたいなと思っています。これはちょっと娘が選んだ色なので、ちょっとこれは使ってあげたいなと思っています。あとはですね、今ちょっと子供が特にまあ息子なんですが、意外にパーツですね、レジンで作るパーツを買ってきました。以前作ったのがちょっと見づらいとは思うんですが、ちょっとイベントに行った時に作りまして、特に息子がハマってしまいまして、前回もちょっとパーツとかは少し買っといたんですが、ちょっと作りきっちゃったので買って、うちの両親に父の日母の日であげたいということなので、一緒に作りたいと思っています。あとはちょっと友チケを入れようかと思ってケースを買ってみました。もともとはちょっと名刺入れとかカードケースみたいなんですけど、ちょっとハードケースで使えそうだったので、こちらもハンディシーラーを購入したら、ちょっと加工して使っていきたいと思います。ちょっともう一つは作ってみたんですけど、ちょっとやっぱハンディシーラーがなかったので、ホチキスで留めて、ちょっとやっぱ芯が出るので、一応出ないように、うちにあるマスキングで貼ったんですが、やっぱりちょっと見た目が汚いかなと思って、こちらはお家での保管用を入れようかなと思います。やっぱちょっと見た目がやっぱりどうしても汚くなってしまうので、こちらはちょっとお家用にします。で、こちらはちょっと加工して、ちょっと持っていけるようにしたいなと思います。なのでこれを買いました。あとはタブレットを入れるケースです。一応緑が一番綺麗かなと思ったので緑を買ってみました。あとはまあちょっと関係ないんですが、息子が授業でちょっと使い始めるそうなので、まあ、コンパスとかはまだ3年生からみたいなので使わないんですが、結構入っててしっかりしてたので、これと30センチ物差し買ってきました。はい、100円で買ったものは以上です。じゃあ次に搬出結果をお知らせしたいと思います。まずはアイカツです。アイカツは2回やってきました。で、同じ台で連続1回ずつやって、1回目に立ったのがこちらです。すみれちゃんのカードです。この間、多分アニメでちょうどやっていて、覚えていたみたいで、娘がすみれちゃんのだと喜んでいました。で、2回目にやった時に出たカードがこちらです。持っていなかったノーマルでしたので、娘的には嬉しかったみたいです。で、
その時に隣で高校生ぐらいのお兄さんがやっていたんですけど、そちらに娘はもう釘付けになってしまって、ゲームそっちのけで私がやる羽目になりました。次はプリパラです。よいしょ、ちょっと娘の写真が載ってるので一応ちょっとで、とですね、今回のプレイはみかんちゃんのサイリームコーデをセットアップで合わせてきました。はい、1回目は、ドリチケのコーディネートでやりました。ごめんなさい、ちょっとピンボケが。で、2回目が、ローニーのお洋服です。はい、で、こちらでフルコンポしてきました。あと1回やると、ドリームライブができそうなので、また頑張っていきたいと思います。最後にプリキュアのカードですね。今回は1回やりまして、こちらですね、姫ちゃんのドレスカードが出ました。ちょうど娘の年齢的にやっぱりハマったのがハートキャッチプリキュア、あ、ハートキャッチじゃないですね、ハピネスチャージプリキュアからなので、娘も分かってよかったです。はい、こちらのカードが出ました。はい、日曜日の排出結果は以上となります。とりあえず次に欲しいのはハンディシーラーですね。ちょっとバタバタして探してたんですけど、多分自分が見つけられなくて、近いうちにリベンジしていきたいと思います。あとはそうですね、ちょっとレジンにはまりつつスイーツデコもやってみたいという子供たちの希望もあるので、お金がちょっと貯まったらやっていきたいと思います。またゲームも近いうちに行く予定です。あと息子から借りた、そうそう、ドラゴンボールのでカード出すなんですけど、私一切ノータッチで全然わからないんですが、一応ご紹介だけしてみようと思います。全然まだ始めたばっかりの初心者なので、なんか結構おまけのカードとかが多いみたいですね。で、日曜日息子も一回やってきたんですが、どうやら強いカードが出たと言って大喜びしておりましたが、本当に全然わかりません。あ、これが出たって言ってましたね。ちょっと全然ドラゴンボールは疎いのでわかんないんですが、はい、こちらが出たということでお喜びしておりました。はい、一応今息子がハマっております。ドラゴンボールのカードです。はい、これ持って勉強机座ってると勉強一切進まないので、私の手元に置いといてあります。あと前回ごめんなさい、ちょっと手ぶれ失礼します。データカード出すのグミの第4弾を10個買って全部フルコンポしなかったので、翌日なので日曜日に、買ってきまして、スーパーに行ったらまた9個ぐらいあったので買いまして、全部フルコンポしました。で、9個中4個でフルコンポしたので、こちらがダブりました。はい、こちらは前回のカードなので、4枚
ダブったのかな。いや違いますね。もっとこれもだ、ごめんなさい。買ってこれがダブったコーデなんですが、これで2セットできましたね、買って。でこちらが2個ずつ、そうですね、こちらがかぶりました。1セット1回目買った時と、でこれはもともと1回目でかぶったやつなので、全部で19個買って、こちらのカードが、かぶりました。こちらはちょっと他でトレードに出してみたり、ちょっと出そうかなと思っています。なので第3弾は、全てコンプリートしました。まだあと第1弾第2弾がちょっとまだコンプリートできてないので、トレードとかでコンプリートできればいいなと思っております。はい、なんかダラダラして長くなってしまったんですが、一応日曜日の娘の愛活プリパラプリキュアの排出結果と、グミの報告、あと一応息子のドラゴンボールのカード、あと100円ショップでの購入品の紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。バイバーイ。